静かにしてるんです急にですか、ね、この間に苦情来たんですか松原がいいな、うん、寝られへんでこの間、はい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 、うちの松原谷氏はい、あれの本をこうなんですよ。なんて 死ぬ旅じゃん。知る旅です。知る旅です。あの本屋行ったらええとこ並んどんで。はい、いやそうですね。はい、置いてんちゃうかな。もうびっくりしたもん。南方奥暇やからプラプラしとったら、はい、本屋入ったら、はいはい、ふっと見たら、うん、一番前にあんねん。はぁー。クソ生意気に言う。寂しいと思って。いやでも彼の映画なんか外国で上映されたりとか。うん、あすごい街にしてるね。はい、怖いでも本、気になるやん。うん、これこうだよ。はい。な、千何本すんねんな。まあ、するでしょ。まあ、そんなことするでしょ。あの、たぶん。話に千何本取られたことむっちゃ腹立つねんけどまあ、絵は持ってこうって、ほんで呼ばせていただきましたけど、はいはい、まあ、あちこち、まあ、彼が行ってるわけですよ。うん、そういう、まあ、心霊の場所とか、そうですね、廃墟とかな。はいはいはい。よう行ってんねん、こいつも。え、嘘。え、なんかそんな芸風なの？いや、違う、僕は全く興味ないんですけど、うん、その谷さんにただただついていくっていう役割。はいはいはい、やったらだからあのその本の中で、はい、あのこいつの名前出てくる西根の名前いっぱい出てくるあの何あの鬼太郎の目玉親父みたいな感じなんか映り込んでる鬼太郎の目玉親父いやでもなんか、はい、その場所行ったら取りつくんちゃうけどな表裏とか下のか言うてあれほんまなっていうよく言われるんですよ、はい、聞かして聞かしてなんかだから自分的にはあんまり覚えてないんですけどその、うん奈良の廃神社に行った時に、うんその全然僕本当にオカルトとか全く興味ないんですけど、はいその奈良の廃神社の、その情報をあの延々言ってたっていう、はい、なんかそういうのがあってその、まあ、中井重野さんっていうねそのなんか教祖の方がいらっしゃるんですけど、うんはいまあ、その中井重野さんの、まあ、その素晴らしさについて、うんずっとなんか喋ってたみたいな感じがそれが知識やったいや、ないです。直前にどんな場所か調べといてって言われて、で、そっから見て、で、なんかなんとなく喋ってる内容は追ってるわけ、肌から聞いててあ、はい、大体っていうのあれよ、いや、俺あの出任せで適当、あ、知ってますよとか言って、はい、何も下かぶりして喋る癖やねではないねんねあ、ではちゃんと言うてる内容はちゃんとその人の歴史とか、ね、はい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 そんなのあったりとか、なんかあの、はい、変な方向にあるんやろそうで、だその辺もあんまり覚えてないんですけど、だからどこかが行ってな、はい、変な方向を歩いていったとか、ありえないタイミングで口笛を吹いたらしいですけど、そのなんかカメラ回ってるんですけど、はい、なんかその何がおかしい？はい、いやその全然今用意してます、はい、用意してる言ってないですけど、いやそのなんかその回してる時になんか音が聞こえるって言われて、でなんか口笛の音聞こえるって言ったら振り返ったら僕が口笛を吹いてたみたいな。それは意識なしに。それはそうですね。はい、で多分うそやと思ってたんですけど、うん、あの後で確認したら、あやってたんやみたいな感じで、全部なんか一応ツイキャスっていうなんかライブで残ってたりとかしたりとかして。だからそれはだから記憶ないんやろ。基本そうですね。はい、すごいなんでそんなんがね、本にずっと書いてある、ね。どこでも行ってんな、はい、あっちゃこっちゃな。そうですね。あれどうすんの金は交通費は出る？いや全部、全部自腹で行ってます。自腹で行ってんの？さんはい。うっそー、はい、沖縄とかやで。あ、沖縄とかも、はい、うんまあ。沖縄も自己物件2件借りてますから。あ、じゃあ儲けてんねん。今となりゃあれやけど。俺本買うてるもん。1000円のうちも多分10ぐらいは行ってる。買うてるかな、俺。まあまあ彼頑張ってるな。いやいやそれはね、はい、結構な文化人的な出方してるじゃないですか。そやね、うん、そやね、ちょっとな、ちょっと生きっとるやろ。生きっちょっと最近生きてない。な変わらず淡々としてますけど。はい、堂々としてたよ。はいはいはい。そやね、ほなあの西根君なんかそういうのをちょっとこう谷志君の後を追うみたいなのないの？いや僕は本当に全然興味はないですけど、あの本当についていってるだけですね。はい。だ手伝いとか背中にやろ。でも本当に手伝いっていうかもう本当に付き添い、付き添いですね。付き添って行ってなんか一緒になんか楽しんでるだけです、ね。あいつちゃんあれやんちゃん寂しいちゃん一人やったの。そんなことそうだ心霊だから怖がれないじゃん。あでも、ね、でもう真逆なってますね。もうなんか怖い感覚とかがいやそれをな本に書いとったんや、はいはい、もう怖くないとこ行っても怖くないし、はいはい、逆にそれは新鮮やないと。はい次あいつ何するつもりなんやいやちょっとわかんないですよ。だから今年死ぬって言われてますしね。
え、そう、はい、まあ、誰が言うてんの、和尚が言ってます。和尚いっぱいおるやんな。ハゲいっぱいおるやんな。いや、全然どこにもおるやん。ハゲって必要やけど。今日、はい、ちょっと偉い坊さんとか、あ、そうです、京都の有名な住職さんが、はい、今年中に言われた、今年 5年前に言われてたんですよ。5年後あなたすべてを失います。ほな、これ今年がその5年目ですか。それは今年さ、最終章です、今年が、うん、まあ、もし、まあ、もしというか、多分生きると思うんで、うん、その時、その時はどなんか、お前死ぬ言うたやないか。そうや、その和尚を捕まえて言わなそうや、そうや、そうや、お前がええやない。まあでも、あの、だんだんちょっとあの言い方はちょっと変わってきてるんで、死ぬじゃなくて、まあ、全てを失うというふうに、まあ、だんだんと言い方はちょっと変わって全ての全てが難しいわな。まあ難しいです。そうやな、はい、でもそれは突っ込まなあかん、その。いや、それ言わなあかんよ。じゃあ5年経つやんか、はいはいはい、今年でそれ終わりなわけや、はいはいはい、来年ここに呼べ、和尚呼べ、俺が怒ったる。もう、あの、元気さんに俺が怒ったる。そりゃそうやん、大事な後輩にな、俺より死ぬとか言うなよ、はい、和尚に言うたるわ。生臭坊主を言うて言うたる言うたる。何やったら食もしてあるわべ。逆に商売しにくいやろ。いやいや、ほんまにあれやってもなんかそういうのって、うん、僕ほんま無頓着やからあれやけど、はい、まあ、谷志子にしろ彼とかね、そう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 、いや、もうなんか怖いからも立ち寄らないという人間やから、うん、まあでも偉いな思ってみんな動き回ってね。いやいや、ほんま偉い偉いわ。なんか塩はもっとすごいの、何かあの何未確認生物 見たとか言いまくったんじゃん。そうやそれ。それそれ嘘やったら嘘つくだけじゃないですか。いやいや嘘やん。だからなんかでもな、どの方向に行ったらか分からへんよな。もうみんなが手をつけてるから。ああ、はい、あ、隙間あるんかな、それ行き過ぎて。難しい時代やな。虫、うん、もあかんしな。うん、なんか考えますわなんか。うん、